こんにちは、フックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は1月に買った購入本紹介ということで、今回ね、見てください、これかなり買っちゃいました。1万円分ぐらいかな、結構いきましたので、まあ、そちらをね、皆さんに紹介していこうと思います。ぜひ皆さんの選書の参考にしていただければなと思います。それでは参りましょう。いやもう久しぶりですね、僕あの紙袋に入れてもらったの。なんでちょっと1冊ずつ見ていきましょう。まずじゃあ1冊目、こちら町田園子さんの星を救うです。はい、ということでこちら町田園子さんの、2021年本屋大賞受賞後初の作品となります。まあ、今回はですね、もうお気づきの方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、2022年の本屋大賞ノミネート候補作を大量購入してきたので、まあ、そちらを紹介していきます。まあ、前回ね詳しく紹介しているので、まあ、今回はまあ雑談ベースでいろいろお話ししていこうかなと思うんですけれども、著者の町田園子さんはですね2021年の本屋大賞の受賞者でもあります。まあ、そちらの52Hz のクジラたちという作品で受賞した方なんですけれども、まあ、そちらの方の受賞後に初めて刊行した作品がまた本屋大賞にノミネートということで、まあ、前回も 52Hz のクジラたち、まあ親子の話だったんですけれども、今回もね母と娘のお話ということで、まあ、千鶴という主人公がですね、夫から逃げるために向かったさざめきハイツという場所にかつて自分を捨てた母がいて、その母と共同生活をするというお話になりますね。まあ、今回も結構重いんじゃないかなと思ってるんですけれども、一体どうなんでしょうか。ということで1作目が町田園子さんの星を救うでした。で続いて2作目がこちらです。どん、西加奈子さんの夜が明ける来ましたね。こちらも2022年の本屋大賞のノミネート作なんですけれども、思春期から33歳になるまでの男同士の友情と成長、そして変わりゆく日々を生きる奇跡、まだ光は見えない、それでも僕たちは夜明けを求めて歩き出す、という小説になっていまして、西加奈子さんという方は直木賞作家の方で、あのさらばという作品で確かあの直木賞を受賞していた気がするんですが、現代日本を風刺するかのような、まあ、渾身の作品ということで、これもねすごく楽しみですね。もう初映がですね、もうこの歯を食いしばってる方のねこう苦しそうな初映なんで、かなりインパクトがありますし、ね、思春期から33歳までのお話ということで、かなりその主人公たちの人生というか、それを濃密に描き出してくれる作品なんじゃないかなと思いますね。はい、ということで2作目が西加奈子さんの夜が明けるでした。続いてどんどん行きましょう。はい、こちらです。2022年本屋大賞ノミネート作、青山美智子さんの赤と青とエスキース。はい、こちらも本屋大賞ノミネート作なんですけれども、青山美智子さんもですね去年の本屋大賞にノミネートされていまして、あのお探し物は図書室までという作品で2位だったんですけれども、前作もね僕めちゃくちゃ好きで、読んだら背中を押してくれるような作品だったんですけれども、今回もねこうこの読者を励ますような作品になっているのではないかなと思うんですけども、そうなっててほしいなという感じですね。で今回連作短編集ということで、青山美智子さんはやっぱ短編集、連作短編集を描くのがすごく得意な方なんですかね。1枚のエスキースをめぐる5つの愛の物語、彼らの思いがつながるとき驚くべき真実が現れるということで、二度読み必死の仕掛けに満ちた傑作連作短編と書いてあるんですけども、二度読みみたいな、どんでん返しみたいな作品なんですかね。ということで3作目が青山美智子さんの赤と青とエスキースでした。続いてこちら朝倉明成さんの6人の嘘つきな大学生、こちらもノミネート作のミステリーですね。これ2021年の前半にすごい話題になってた作品で、この就活のお話なんですけれども、あるね大手企業の最終選考に残った6人がですね、その6人の中でこうディスカッションして、あの会社の人がこう内定者を決めるといういわゆるグループディスカッションをやるんですけれども、なんとその途中にですねこう試験課題の変更があって、この6人の中で内定者を1人自分たちで決めてくださいと、そういう選考に変わりまして、仲間だった6人が敵同士になるという作品です。帯にはここにいる6人全員とんでもないクズだったと書かれていますね。こういうあの6人全員をこう落としめるようなあの心理戦が繰り広げられるんじゃないかなと思います。まあ、かなりねあの皆さんすごいツイッターでもかなり話題になってたので、めちゃくちゃ楽しみですね。ミステリーということもあって、ということで4作目が6人の嘘つきな大学生でした。今回ね本屋大賞ノミネート作の作品は僕が
この4冊スイカで買いまして、あとの2冊をちょっと買ってないんですけれども、お借りすることができまして、今回ですねこの2作品なんとベルさんからお借りしました。いやありがとうございます。ベルさんの仕事の関係でこう僕お会いする機会がこう重なったので、その間にねベルさんからこうノミネート作貸そうかと言っていただけたのでお借りしました。まあね、性欲はベルさん読んでいたのでお借りしたんですけども、この残月期もですねベルさんまだ読んでいないのに僕に貸していただいたということで、すごくありがとうございます。もうこれ早く読んでお返ししようと思います。まずこちらですね、小玉作人さんの残月期なんですけれども、まあねすごい濃厚な作品ですよね。もう帯とか見るだけですごく濃厚なんですけれども、計り知れぬ想像力が構築した3つの異世界ということで、超ド級の息を飲む感動ファンタジーということで、小玉作人さんがですね9年前にこう刊行した方らしくて、今日9年ぶりの刊行ということで、すごく最も刊行が待たれた作家の最新刊と書かれています。そんな小玉作人さんの残月期すごいですよ。もう帯のいろんな方のこう絶賛のコメントが書いてありまして、まあ、これぜひね本屋さんに行って確認してほしいんですけども、いやーこれ本当にこんなに絶賛の嵐なら本屋大賞ノミネートも、まあ、その通りなんだろうなと思うんですけれども、こちらお借りしてるので早く読んで返そうと思ってます。ということで借りた本1作目が残月期でした。で続いて2作目がこちらですね、浅井亮さんの性欲です。こちらもね多様性をテーマにした作品ということで、このね僕今途中まで読んでるんですけれども、いやーなんか 今の現代をこう風刺するような、現代のこういう風潮って本当に正しいのみたいな、そういうことがこう淡々と書かれていてですね、うん、まあ、確かになとうなるシーンがかなり多いです。まあ、でも今半分ぐらいなんですけれども、もうすぐ読み終わるのでこちらも早く読みまして、皆さんにね感想を伝えていきたいなと思います。まあ、斉良さんはねやっぱ多人数視点を描くのがうまいなと思いましたね。すごい引き込まれますし面白いですし、作家生活10周年記念の作品ということで、もう力もめちゃくちゃ入ってる感じもしましたので、この後一気に読もうと思います。もうすごいベルさんのこの付箋がすごいんですよね。見えるかな、すごいいろんなところに付箋を貼っていて、まあ、もうすごいな、いろんなこう分析して読む方なんだなと思いました。僕あまりね付箋つけないので斬新でしたね。早く読んでお返ししようと思います。ベルさんお待ちくださいということで、僕がもともと持っていた、まあ、こちらの3作を含めまして、まあね今本屋大賞の候補作がじゃんとこちら9作揃いました。まあ、1作ですね、知念美希人さんのガラスの塔の殺人を今母親に貸していまして、今手元にはないんですけれども、この10作もうすごいボリューミーですね。9作でもこんなに分厚いので、いやこれ読み切れるかな、まあ、まあ読んだ作品もあるんですけれども、まあ、ちょっと読み切れるかなということで、ちょっと早めに読んで感想とか求めて皆さんに一気に紹介していきたいと思いますね。まあ、これ借り物もあるので、ね、早く読んで返そうと思います。まあ、今回ですね、まあ、1月購入本と言いつつ買ったのが2月の上旬なんですけれども、まあ、ついね最近2月の上旬にですね僕修論が終わりまして、やっと終わりまして、大学院生活をもう無事に終われるとなりまして、ストレスが解放されてかなり買いましたね。でその中でもこう本屋大賞ノミネート作以外でも僕がすごく楽しみにしていた作品がこちら買いました。市川優斗さんの断罪のネバーモアです。こちら僕が大好きな市川優斗さんの新作ですね。リアル警察小説と本格ミステリーの二重螺旋ということで、市川優斗さん初というか刑事小説、警察小説が多分初じゃないかなと思うんですけれども、いやーすごい楽しみにしました。市川優斗さんのそのデビュー作も、まあ、刑事コンビが出てくるんですけれども、まあ、あれは警察小説というよりかは SF ミステリーなので、今回ねすごくこうリアルな警察小説がこうこの作品で見れるのかなと思うとすごく楽しみです。まあ、あらすじとしてはこう度重なる不祥事から日本の警察の大改革が行われた世界の日本の話で、もう変革後にこうブラック企業から警察に入ってきた新人刑事主人公が様々な
殺人事件の捜査に当たるという作品で、警察小説僕あまり読んだことがないので一体どういう作品なんだろうと思うんですけれども、帯に書いてあることがすごくてですね、シロクルが全反転する奇跡の終盤と書いてありまして、またやっちゃうのか市川瑛太さんと思って、これすごい楽しいですね。もう市川瑛太さんの読後感はもう異常なほどもう素晴らしいので、もうこの作品も大切に読んでいこうかなと思います。まあ、皆さんもぜひね、気になったらこちら買ってみてください。もうすごく楽しみにしてました。ということで5作品目が市川瑛太さんの断罪のネバーモアでした。はい、こちら購入した本たちです。いやー、買っちゃいましたね。もう楽しみな作品がてんこ盛りで、もうね、僕もね、一旦やることというか、やらなければいけないことは全て終わりましたので、いやー、今回もうすごく久々にこうちゃんと時間をとって読書に楽しめますということで、これらの作品ね、どんどん読んでいきたいと思います。ということで、このチャンネルではこのようにさまざまな本を紹介していくチャンネルとなりますので、もしこの動画が良かったの、面白かったのという方いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。いやー、修論ほんとつらかったですね。もう最後修論発表みたいなのがあるんですけれども、修論発表もね、僕緊張しまくりで、すごくいろんな教授たちの目の前で発表するんですけど、いやー、まあね、質問としては全部想定質問の通りで、かなり自分としては流暢に話せたかなと思うんですけれども、やっぱね、教授たちのすごい圧力にはね、すごくビビりましたね。まあ、何はともあれ、自分の研究も終わったので、まあすごく達成感が今あります。まあ、これからね、どんどんこの YouTube 活動に全力で取り組んでいきたいなと思いますので、ぜひね、動画見ていただけると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。